畜逐軍とは、フリードリヒ・ニーチェが広めた哲学の概念。ニーチェの原文では、ヒールだと綴られることが多く、もともと群れの意味で、とりわけ羊、牛などの家畜を指す語だったが、人間についても不笑い道をする、群衆、大衆を軽蔑した比喩として使用される。ニーチェ著の法訳では、群畜、衆軍等とも訳される。喜ばしき知識、善悪の悲願などで用いられていた。 デモクラシーを趣味として、ノーベント達者に生きる、人々のことを奴隷として批判するためにこの言葉が用いられていた。畜軍というのは孤独というものを知らず、己の孤独を持つこともなく、既動で正直な連中であるということであった。畜軍とされる連中が求めているのは、すべての人のために与えられる、生活の保障、平安、快適、安楽という幸福であるが、これらは、 一般的な緑の牧場の幸福であると批判された。畜軍にとっての教養というのは平等と同情の二つであった。畜軍にとって苦悩というものは除去されるべきものとされたが、ニーチェにとっては人間というのは逆の条件に置かれるということから成長できるとのことであり、人間というのは邪悪なものや恐るべきものや暴虐なものや猛獣的なものも、 種族の向上のために役立っていたということであった。蓄軍的人類の部別者たちのために、人間を蓄軍とみなし、それからできるだけ早く逃げ出そうとする者は必ずや党の蓄軍的な人間たちに追いつかれ、その角で突き刺される。ありがとうございます。